ようございます。あやです。今日はですね、もう数時間後に、今からですね、飛行機に乗って沖縄に行くんですけど、その沖縄に行く朝の当日のお家からの準備の動画を撮っていきたいと思います。メイクしたら、もうその使ったコスメを詰めてって、持っていく準備もね、しなきゃなので、ちょっと急いでメイクしていきたいと思います。いやもう向こうは本当にね紫外線が強いので日焼け止めしっかりと SPF50、PA++++ の UV 効果の高いものを使っていきます。最初は海に入ったりとかプールに入ったりとかする予定はないので島巡りをですねしようと思ってるんですけど、まあ、汗はかくからちょっとよれづらいメイクにはするんだけど水とか入る時のっていう感じではない。ベースはあんまりちょっと塗ると逆に重ねすぎちゃうとお直しもしづらいしちょっとね大変になっちゃうので、日焼け止めこれ色がついてるものなんですけどこれでコンシーラーでクマを隠して薄くね本当はもっとしっかりこうカバーしたい気持ちはあるんだけどシワに入っちゃったりとか。長時間ちょっとお直しがしづらいしそうなんかさ息のメイクって難しくない？向こうについちゃったらあれだけど息って飛行機の中はなんか乾燥するしで向こうついたら暑いしみたいな感じだから息のメイクって一番ちょっと難しいですよね。簡単に仕上げてパウダーで私は今前髪がね長いんだけどおでこはちょっとサラサラにしてこの辺りとかは顔周りの髪がくっつくとちょっと不快感があるのでちょっとサラサラに。アイシャドウはちょっとキラキラのこういう感じのラメっぽいのとかをラメ系をね使おうかなと思ってるんですけどアイシャドウ入れるのに使うブラシがこちらのクリッカというブラシなんですけど韓国の新しく発売されたメイクブラシで今ね結構話題になってるみたいなんですけどこのね部分ワンタッチで簡単に開け閉めができるスライド式のブラシなんですよ。今までに見たことのない形で私もすごいびっくりしたんですけどこういう感じで。むにゅんと自動で開け閉めしてくれるっていうあんまり見たことない形でしょ。すごい何がいいかっていうとこうやって片手で開け閉めが簡単にできるのでいちいちこうキャップ式だと一回これを置いて蓋を取って使うっていう感じになると思うんだけどこれはもうワンタッチでこの開け閉めが簡単にできるからもうこれ持ったまま使って閉めてっていうのを片手でできていちいちこうブラシを使うたんびにこっちの手で持ってるものを下ろしてっていうこの下ろしたり持ったりっていう作業がないのですごいね使いやすいんですよ。手が止まらずにメイクすることができるからすごいね使いやすいんですよね。ブラシ本体にキャップがついている一体型オートキャップデザインなのでブラシが保護されるからこのポーチの内側って絶対にこうアイシャドウとかラメとかでちょっと汚れちゃったりするじゃないですか。こう持っていくとブラシが変な風に折れ曲がっちゃったりとかなんかこう一本だけピョンってなっちゃったりとかしません？でもそれがないんですよね。きちんとこう蓋をしてくれるのでそれが私はねめちゃくちゃいいです。ブラシをきちんとね長持ちして大事に使うことができるしお気に入りのポーチの中もこうラメとかで汚れないからすごい清潔に保てるのですごくおすすめです。であと私結構個人的にキャップを取って机の上に置いといたらあれキャップどこ行ったっけみたいなそれでなんかちょっと慌てちゃったりとかキャップがなくなっちゃって結局こういう風にしまうタイプのものでもなんかキャップなしでいつの間にか使ってたりとかっていうことがあったりするんですけどこれはもうなくすっていう心配がもうないじゃないですか。くっついてるからそこもですね結構ね嬉しいです。メイクに集中してるとねどこ置いたっけっていうの結構忘れがちだったりするんですよ。絶対になくさないのでキャップをめちゃくちゃありがたいですね。なんか全くこういった皮膚の薄いところに使っても結果こうチクチクしたりすることもなくこのね形はすごい小回りが効くので細かいところとかもすごく入れやすいですね。目尻とかも使いやすいしこんな感じで細かくポイントで入れたりとかできるのですごくいいです。ちょっと濃いめの色をとってこういう風にぼかしたりするのにも使いやすいです。下まぶたのアイシャドウ涙袋を入れる時とかにしっかりと色をのせることができるのとポイントでこう細くラインを描くようにも入れられるので目尻とかにも結構おすすめです。でチップも硬すぎず柔らかすぎず程よく使いやすいっていう感じですね。なんかこれはぼかしたりっていうよりはしっかりと色味のせたいところに使う感じで、これはちょっと細くなってるのでこういった細かい目尻だったりとかに入れるとすごい使いやすいんですけど、めちゃくちゃふわっと柔らかいので濃すぎずこう自然にもう最初からこうボケた感じで入れることができて、私はすごくお気に入りです。少量で色づきもいいし、程よい弾力でアイシャドウもかなりのせやすいです。で、グラデーションも作りやすくってとってもお気に入りです。で、また動物虐待や実験を行わないクルエルティフリー毛質で動物好きにはですね、安心して使える嬉しい商品になっています。こういう感じで眉毛の毛流れを整えたりとかするのにもいいんですけど、まつエクつけてる方とかだとまつげの毛流れを整えたりするのにもよく、パーマしてるのでたまにこうまつげがあちゃこちゃいっちゃったりとかねするんですけど、それもこのスクリューブラシでちょっとちょちょんと直すと毛流れもいい感じに整えてくれるので、これもね硬くなくてすごい使いやすいです。かなり細く斜めにカットされてるので毛を一本一本足すような感じで使いやすいです。で、結構アイブロウブラシってくたっとなっちゃうと使いづらかったりラインが綺麗に描きにくかったりするんですけど、これはしっかりしてるので描きやすいし、こう少し寝かす感じにすると眉頭とかぼかしたいところとかもやりやすくって、眉尻がなんといっても斜めにカットされてるのでめっちゃ描きやすいんですよね。個人的にちょっと薄い色とってこのね涙袋の影を描くのにもすごい使えます。左目の涙袋が右と比べて薄いので足す感じで、結構ねこれ細いので涙袋もねしっかりぷくっと見えていい感じ。まつげパーマしてるので普段はウォータープルーフよりはお湯落ちできるものを使ってるんですけど、今回はちょっとね水に入るからウォータープルーフ持ってかなきゃですね。沖縄は私は5回ぐらいかな、何回か行ったことあるんですけど、友達は沖縄に行くのが初めてで、今回私が発案者でいろいろね準備したんですけど、楽しめるプランをね考えるのが楽しかった。1日目は竹富島にね連れて行こうかなと思って、このアイブロウブラシ結構しっかりしてるので下目尻もう少し濃くしたい時に使うのも結構いい。なんかアイライン引くみたいな感じで細いから、このブラシふわっと乗るのでこうやってねノーズシャドウ、違う用途で使う時はティッシュでちょっとチャ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 っと落としたらこうやって違う用途でも使えるんですけど、洗う時はここの部分をポンってやるとこれでねこっち側洗えるの でしっかり乾いたらまた入れたらちゃんと元に戻るのでいい感じ。リップはリップブラシで平べったくってしっかりコシもあるけどチクチクしないし取って塗れるのですごく使いやすいです。なんかリップがきちんとしっかり発色するし、こういう感じで密着するようにフィットしてくれるので取れづらくっておすすめです。均一に塗れる。で、このブラシはコンシーラーにも使えるんですよね。今日はちょっとチップ型のコンシーラー使ったので指でぼかしちゃったんですけど、クリームタイプのコンシーラー使う時とかこれ結構細くって細かいのでコンシーラーもニキビ跡とかも隠しやすくってすごい使えます。はい、というわけでこんな感じでメイクの完成です。髪抜きもね巻く時間があったので髪を巻きました。東京はちょっと肌寒い感じなのと飛行機の中が寒い可能性があるので、一応ねこのね長袖のカーディガンをですね着ていくんだけど、ちょっともう多分向こうじゃ暑くて耐えられないので、このなんか半袖の薄いカーディガンを着ていこうかなと思います。まあ、これも暑かったらずっと脱ぐかもだけど、こんな感じでメイクポーチも準備しました。コスメはもうちょっと友達も使えるものがあるといいかなと思って、ちょっとアイシャドウとかラメ系とか持っていってミスト1個しようかなと思ってます。で、今日紹介したメイクブラシクリッカは毛質もいいし使いやすいし持ち運びもしやすいので、今日みたいにね、こうやって旅行行く時とかもすごく便利なの。これからね、夏休みにも入って旅行に行く方もいるかなと思うんですけど、旅行だけじゃなくても結構メイク直しで持っていく時とかもすごく便利だし、お家の中で使っててもおすすめなので、ロフトとね、オンラインショップで購入することができるので、ぜひチェックしてみてください。というわけで、沖縄楽しんできます。バイバーイ。